皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあ、やっと夏へ夏が終わり、そうですね、秋が深まって、それで年末に向かってね、ずっとこう行くわけなんですけれどもね、やっとまあこういう時期になったかなと、そんな風に思うのは、とにかく夏が暑かったっていうことはありますよね。それとやたら雨が多かったよね。ねえ、なんかさ、あんまり日照時間がなかったんじゃないかななんてことをね、思ったりもしますけれどもね。まあとにかく蒸し暑い夏がやっと終わり、そして秋が深まって年末へと行くわけです。あっという間に過ぎますよ、皆さん。そうですね、今のね、世の中の状況っていうのが、まあ、相変わらず争い事があったりだとか、それとか、まあ、実際に戦争っていうか、そういうことが行われたりとかしている、ね、そういう場所もあるわけなんですけれどもね、まあ、自分たちのことを言うとあれですよね、今のこの世の状況っていうのも、まあ、この前も言いました通り、何の規制もかかってはいないわけですよね。でもまだやっぱり不透明さはあるわけなんですよね。なので、まあ、マスクの着用云々っていう話がさ、いろんなところで時々出ますけれども、まだまだ一般的にはマスクをね、外して歩いてる人も少ないなと、そんな風に思ったりするのは日本人気質なのかなと、そんな風にね、思うところもあります。はい。でもまあ、なんとなく年末くらいまではマスクしてた方が本当はいいんじゃねえのって自分も思ったりもしていますけれどもね。今ちょうどかかってきたのが、 BGM でかかっているのが I'll be home for Christmas という曲なんですけれども、この曲は、クリスマスはやっぱり我が家でねっていう、そういう思いを込めた、曲です。っていうのは、まあ、アメリカのクリスマスのスタンダードの曲なんですけれども、まあ、当時やっぱり戦争が絶えなかった、そういう時代の曲なんですね。それで戦地に行った兵隊が自分のその故郷を思って、いつも毎日毎日僕は夢を見ているよってところから始まって、それで、まあ、クリスマスには必ず帰っていく、そういう夢を毎日見ているんだと。で、自分もクリスマスくらいは我が家に帰って愛する人たちと愛する子供たちと一緒に、過ごすよ、約束だよっていうようなことを、まあ、歌詞の中で言ってます。まあ、それくらい、まあ、世の中のその何て言うのかな、いろんなことと何かのそういうふうな楽しみ事っていうのは常に何か隣り合わせでこうやっているんじゃないかなとは思います。でもさ、やっぱりさ、昔のクリスマスと比べるとさ、今のクリスマスってさ、またちょっと事情が違うのかもしれませんけれどもね。そうだよね、僕らの子供の頃なんていうのはさ、お父さんがさ、なんか三角帽子かぶってさ、なんかさ、帰りに駅前でケーキを買ってきて、うわ帰ってきたぞみたいなさ、そんな感じのがあったりとか、まあ、あとはちょっといい時代にどんどんなっていくと、会社の方だとかちょっとした集まりがあって、そういうところでクリスマスのパーティーがあったりだとか、それとか、そうだな、いろんな福引きがあったりとか、そういうことがねありましたけれども、まだ今徐々にクリスマスを我が家で過ごすっていうような風になってきてるんじゃないかななんて思いますね。我が家でクリスマスっていうのはさ、俺なんか本当にさ、自分が子供の頃だなんていうのはさ、うちが商売屋だったから、誰もクリスマスにさ構ってくれなくて、うちの兄貴と二人で近所の紅葉軒っていう和菓子屋さんがたまたまその時だけクリスマスケーキ作るんだよね。そのクリスマスケーキを、バタークリームのクリスマスケーキよ、そのバタークリームのクリスマスケーキを兄貴と二人で切って夜、まあ、食べると、そういう風なのがせいぜいでしたね。でもまあ今は家庭でクリスマスパーティーもちょっとした集まりもやったりとかするでしょうし、それと今のこの世の状況のことを考えると、少しはそういうことをやってもいいんじゃないかなっていう風な感じにもなってますからね。皆さんそういう風に過ごされる方もいるんじゃないかなと思います。そうだな、クリスマスのライブの話しなきゃいけなかったね。今年もクリスマスのライブはやります。なので、まあ、どんな状況であっても、多分今後いろんな規制っていうのはそんなにかからないような状況でずっとまたしばらく行くとは思います。なのでライブは、
できるかとは思いますけれども、皆さんでもそうは言ってもまあ感染対策というか、それは各会場で皆さんに協力していただかなきゃいけないかなと、そんなふうに思いながらいますけれども、まあとにかくライブはやっぱり楽しいっていうのがモットーなので、でせっかくのクリスマス、夢あふれるクリスマスの曲を、数曲、まあ何曲もやりたいなと、そんな風に思っておりますんで、ぜひぜひ皆さん楽しみに足を運んでほしいなと思います。ちなみにもう一つ言うと、年末の、晦日、大晦日2日間のライブも、あります。そちらの方もまたホームページの方なんかを見ていただければなと、そんな風に思います。鈴木徹でした。よかよか。